の保険商品はダメで、どれがいいのと。保険はやめてください。お、ズバリですか。はい、もうやめてください。こんにちは、木村拓哉です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、絶対やってはダメな保険トップ3についてお話をしていきたいと思います。今回実際保険のプロである、実は保険会社 の知人なんですけどもね、本当に赤裸々に話していただきますんで、本当に保険っていうのはですね、結構お金かかってるものなんですね。で、私はこのチャンネルでお金に関することとか資産形成についてお話をしてますけども、やっぱりまずやるべきは出費を抑えるということです。で、やっぱり保険っていうのは月に何万とかかけてると思うんで、これを抑えることによって年間何十万、もう10年間で何百万とかね、節約できるわけですよ。ですからね、これはねやらなきゃはないんですね。あとはですね、これだけやるべきな保険っていうことについても話していただいてますんで、本当に参考になると思います。一生ものの話になりますんで、今回ちゃんと聞いてですね、すぐに実践していただくことをお勧めします。はい、またね、後で詳しく解説しますけども、まずご覧いただけたらと思います。はい、ではどうぞ。 A さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、はい、保険についてのね、はい、お話で、はい、それこそはね、やっぱり保険会社のね、営業部長さんでもう長くやっていらっしゃってことで、結構表も裏も、ああですね、もう酸いも甘いも、勉強させていただきましたので、で本当に私見ている、ね、方々に保険の実態とかね、はい、あとやっていい保険、やるべきじゃない保険とかあると思うんで、はい、その辺り詳しく教えていただいたらと思うんですけど、はい、まず、はい、保険の実際実態というかね、はい、その辺りをですね、はい、教えてもらいたいなと思います。なるほど、はい、保険の実態ですね、もう本当にまあ、ぶっちゃけですけど、はい、結構やっぱり売ってる先はですね、身内親族の方が多いですね。新規開拓ってやっぱりなかなか難しくって、すで、はい、にお客様の方に追加で入っていただいたり、はい、お願いされたり、あるいは自分の知人にお勧めしたりというところから、広がっていくことが多いですかね。で、もう本当にお分かりの通り、保険の機能って、ね、本来は保証機能ということを言いますので、いかにその何かがあった時にお客様にお支払いするかということなので、支払いの多い商品は会社は儲からないです。あ、そうなんですか。はい、そうですね。だからその分払っちゃうんで。ああ、支払いって会社が、そうそうそう、逆に発生件数が少なくって、あまりお支払いがされないような保険商品は会社はがっつり儲からない。がっつり儲かる、そうですね。はい、いろいろ保険の種類あるけども、はい、それによって会社ががっつり儲かる、まあ、契約者は実はあんまり得意しないっていうものもあったりする。あります、あります。なので、いかにその儲けのない商品って、要はお客様からすると魅力的なわけですよ。お支払いもいっぱいあるし、だからそこら辺を餌にですね、興味を持っていて入っていただいて、そこでは収益取れないんですけど、その1回お客様になった方にその収益の取れる商品をご提案するみたいな。あ、そういうことですか。いいのかな。はい、いや、知りたいです。あ、ですね、知りたいと思います。ですね、ですね。あ、そういうことですね。はい、はい、そうですね。なるほど。はい、はい、続いてお願いします。ということでございますん で結局じゃあ保険って、まあ、そういういろんな背景がある中で、はい、どういう時、どういう観点で入るべきというので、はい、私、まあ、持論で、まあ、現場経験4年ですかね、はい、やらせていただいて思うのは、普通に何ですかね、賄えるぐらいの金額のものであれば、保険に入る必要ないと思うんですよね。まあ、そうですね。そうですね。やっぱことが起きた時に、めちゃくちゃ手術の、する時にお金が900万、1000万とかある、そういう時だったら保険に入っておいた方がいいと思うんですけど、なのでまず一つ目としては、何かその事象が発生したときに、はい、うん、賄いきれないぐらいの金額が発生するのかどうなのかっていうのが一つ事例としてありますね。はい、まあ、当然重い病気系もそうですし、万が一の時があったときに、そのご家族 の, その生活費、やっぱり死亡保障ってある程度くると思うんですけれど、まあ、そのことが起きた時の
そうですね、必要になるお金の大きさ、これはやっぱり一つ大事、これ自分の貯金で準備するとなると、はい、もうごっそりそのままなくなっちゃいますけど、保険はそこはあの貯金は四角、保険は三角ってよく言うんですけど、四角ってまあそのまま全部ごっそりなくなっちゃうよねと、で保険って三角って言って、コツ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 保険料増やしていくんですけども、最初からこの部分の保証はもう得られますよっていうことですね、いうことなので、なので少ない保険料で大きな保証もらう、やっぱりそういう視点は大事かなというところですね、で、あとはその支払いの元となる事象の発生確率、それ、まあ、保険かけるのはいいけれども、それってそもそも発生するのしないのと、やっぱり入院とかあの怪我とか、するのってやっぱり支払いのその回数とか多いので、入院保証とか入られる方多いと思うんですけど、やっぱりその発生確率と、いかにその物が起きた時のその準備のし、難しさ、このあたりを保険選ぶ時の視点として持っていただくと、おのずとその保険の無駄な加入、にはあの繋がらないかなと、そういうのが省けてくるかなというふうには思っています。なのでよくやっぱり保険会社の営業の方っていうと、何々に起きたらたらたらってよく言われて、じゃあ入っとくのか入っとくのかってなっちゃうんですけど、全部入るべきじゃないって。そうですよ、そしてそんなこと言ったらもうまあ、ね、すごいことになりますよね。そうですよね。もっと他に多分やるべき投資ってあると思いますので、やっぱりそこは自分で取捨選別できる視点をですね、持つべきかなというふうには思いますね。もう本当保険も必要最低限でいいかなというのが僕の持論です。なるほどですね。いう形かなって言った時に、じゃあ多分皆様が気にされるのってですね、じゃあどの保険商品はダメで、そこですどれがいいのと、もういうことだと思うんですよね。聞こうと思ってるですよね、いうことだと思うので、じゃあ早速、よろしいですかね。でまず最初これには気をつけろというものが大きく3つありますので、そっちからいきます、はい。で、1つ目、貯金機能付きの保険、ありますよね。ダメです。ありますよね、ありますよね、ていうか結構多いんですよ、でこれお客様が望んでる嫌いもあってですね、そのいわゆる保険の本質的な機能って掛け捨てなんですけれど、まあ、保険料払って保険金払うんだけれども、途中で解約したりした時にその戻りがない、なんかそれって損してる気がすると、過去払った保険料が全て消えてしまうと、だったらちょっとでも解約払い戻し金って言って、あの貯金機能ですよね、がついてる保険の方がいいっていう方は非常に声としても実際僕も接しますし、多いんですよね。そんな気がしますね。ですよね、って言った時に、あのまずですね、まあ、保険の原点でいうとその死亡保障という保障があるじゃないですか、で死亡保障の単純なものじゃなく、その死亡保障に純粋に貯金機能を足した終身保険だったり、死亡保障に死亡だったら死亡保険金払うけど、満期があって、満期だったら満期保険金払うよっていう機能をつけた養老保険っていうことだったり、あるいはその死亡保険なんだけれども、毎月祝い金が出るよ、祝い金付きの死亡保険だったり、いろんな形があります、あります。で、あと合わせてこの今死亡保障の話しましたけど、貯金をと主にあのメインで考えた保険もあって、まあ、学習保険とか、子ども保険とか あるじゃないですか。で、いわゆるこういう貯金機能を兼ね備えた保険はやめてください。お、ズバリですか。はい、もうやめてください。これ結構みたいにビクッと結構ビクッと、多分学士とか取り分け入ってる方もいらっしゃると思うし、終身保険入ってる方も多いと思うんですよ、養老とか、やめてください、で、その心はですね、一昔前であれば、あの予定利率といいまして、お客様からお預かりした保険料を会社ってその予定利率という所定の利率で運用して増やしていくんですね、だからこういう保険金将来払えますよということでやってるんですけど、昔はいい時もあったんですけど、今その予定利率がめちゃくちゃ下がってるんです、このマイナス金利で、で今入っても正直ほとんど増えません。ああ、そうですね。なのでこれ僕も保険のアドバイス受ける皆さんに言うんですけど、貯金するんだったらファンド、S&P500 ですよね。ってことですよ、あれだったらその平均、ここ30年の平均年利とか 7% とか出てるじゃないですか、あのちゃんとその20年とか30年とかやった時に、なので全然そんな増えないですよ、この保険の貯金機能って。なのであえてそこに持たせる必要ない、保険はあくまで本当に貯金機能を持たずに掛け捨てで大きな保証を持つことに意味があるということなので、貯金機能付きの保険はやめていただきたい、これがまず一つ目です。はい、OK です。はい、で続いて2つ目、これもね多分ちょっと賛否両論いろいろあると思うんですけど、驚くと思うんですけど、医療保険入らないでください。
医療保険入らないです、はい、入らないください。これは結構入ってるでしょ、敵に回すかもしれないですけど、であの、ね、意識してほしいのは、はい、払っている保険料と、実際もらう給付金のバランス、はい、これ投資能的にやっぱちょっとちゃんと点検してほしくってですね、はい、うん、で、あの多くの場合、払い込む保険料の方が多くなる傾向があるんですよ、はい、でただね、医療保険ってあの当然全てがそういうケースじゃないんですけれども、あの結構ですね、お客様としてもお世話になることの多い保険なんですよね、入院したり、骨折したり、頻度は高い、頻度は高いですよね、でちょっと一つモデル出すとですね、例えば、まあ、人生100年時代って言われてますよね、もう本当分かりやすくデフォルメして、まあ、社会人になられて20から、100歳まで生きたとしてですね、はいはい、平均の一人の入院回数ってお聞きになられたことあります？人生で何回入院するか。ないですね。ないですよね。10回。本当ですか？結構ありますよね。僕あのホームページちょっと調べてきたんですけど、10回あるって言います。はい。で、じゃあ1入院あたりの平均日数ってどれぐらいかっていうと、あの大体10日。もうちょい今ねどんどん短くなってるんですけど、まあ、長くても大体10日ぐらい で、 あ、そうですか、うん、で当然病気によってはね、はい、14とかいろいろあるんですけど、まあ、平均で10日、はい、で医療保険の日額、ね、日額、ね、1日入院したらいくらってあるじゃないですか、で今入られてる方が多いのが大体5000円か1万円で、そんな感じですよ、そうですね、で5000円の方の方が多いんですよ、うん、そんな感じです、うん、って言った時にじゃあ生涯、10回の入院、10日、5000円、これ全部掛け算すると50万円なんですよ、はい、50万円を医療保険から受け取る、はいはい、じゃあ片や、じゃあ保険料どれぐらいって言った時に、これもいろいろあるんですけど、例えばその医療保険について、もうちょい高い気もするけど3000円月々払ってたとしますよ、ね、はい、3000円を12ヶ月、36000円、20から100歳の80年間、これ288万円になるんですよ。本当ですか？この構造を皆さんご存知かな、はあ、数字で表すとよくわかります、ね、そうなんですよ。で当然あの細かくその見始めるとですね、それにその例えばがんの一時金がついたりとか、あ、はいはい、でがんになったらそれ100万円ガッと入ってくるとか、いろんな特約があるので、あのそれはここね、あの本体機能に加えてどういうオプションがあってどんな発生確率で入ってくるのかって見た方がいいんですけど、ベースの機能はそんなもんです。あ、そうなんですね。なので一回別に入らない、入るなとは言わないんですよ、はい、だけれども、入るんだったらその支出の想定と、まあ、そのなんていうか平均値でいいんですけど、はい、まあ、ご自身がどれだけ入院するか分かんないんですけど、大体あ、入院がこれだけでって、もうネット見れば今すぐ分かるんで、はい、そこのバランスは見てほしい、っていうのが医療保険に感じる課題認識ですね、私は。あ、そういうことですね、はい、入る方多いんですし、あの内容から見たらあこれだったら OK ねっていう方当然いらっしゃいますけど、あの安易に入ってると実は、はい、あ、そうですね、医療保険はですね結構投資能のある人に提案するとですね、これ見合ってるって言われることあるんですけど、見合わないこともなかなかやっぱりですね、まあ、保険なんでね。それこそ今かけてかくって言いましたけど、それを毎月積み立てて増やしていったらもう、ね、おっしゃる通りなんですよ、おっしゃる通りなんですよ、長い期間だし、おっしゃる通りなんですよ。その3000円を S&P 入れときゃいいじゃないですか。ねえ、後でちょっと計算してみよう、あの振り計算で。本当そうですよ。そういう考えが大事ってことですよね。そうなんですよね。そうなんです。まあ本当に自分が病弱だからとかだったら特別かもしれませんけど、はいはい、まあ、普通の人だったら平均で考えて、年あ一生涯10回とか、さっきの計算50万ぐらいとか、はいはい、それでかん高く50万だし。そうです。あと高額医療制度もあるじゃん。ありますよね。日本ってそこが手厚くてね。あれすごいですよ。すごいですよ。だからそこも手厚いの。そこがまだなくって、っていうことであればですね、より医療制度。そうなんです、そうなんです。って言った時に、まあ医療ってその例えば重い病気で例えば癌になって、最新の治療、キムリア治療費3182万円、さすがに無理じゃないですか。そうですね。っていうことじゃないので、医療とか入院とか、まだ比較的自分の準備しやすいところなので、そこに果たしてどこまで投資するっていうのは。ありますよ ね、はい、っていうのがあの2つ目でございました、はい、で、あと3つ目はね、ドキドキします。あの、ね、重い病気への備えをくっつけた商品が今結構流行ってて、それ具体的な何かっていうと、例えば三大疾病になった時も、要介護状態になった時も、生活習慣病になった時も、身体障害状態2級に該当した時も、とりあえずもうそういう重い気を全部ひっくるめて、これになっても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 、例
えば300万円払いますよ、いろんなその支払い要件のくっついた保険っていうのが今ちょっと実は流行りで、あ、そうですね、出てきてるんですけれども、これやめてください。あ、そうなんですね、はい、やめてください。人気出そうですね。なんかね、便利そうじゃないですか。日本人好きそうですね、はいはい、でもこれね、逆に取られると1個入ったら他の保証なくなっちゃうんですよ。1個入ったら、うん、この例えば今三大疾病と障害と介護で一つのパーツで全部保証するって言ったじゃないですか、で保険金、保険保証金額がそのパーツで300万円ってなってた時に、例えば三大疾病になったらそのパーツ全部消えるんで他の保証も全部消えます。あ、そうなんですか。そうなんですよ、残んないですよ。そういうもんなんですか。そういうもんなんです。そういう説明受けてるのかな。それが今流行ってて、で結構あの病気って1回になっちゃうと結構複合的に起きたりするから、そういますよね、生活、生活習慣病の方はその三大疾病とのその相関関係がやっぱり強いとか、だから実はこうなったら実は普通の人よりも三大疾病の備えをもっと本来持たなきゃいけないはずなのに、消えちゃうんですよ。消えちゃうし、1回生活習慣病になっちゃったら、保証なかなか入りづらくなってきちゃうんです。やっぱりお体の状況とかありますんで、いや、そこはバラバラで持っとくのがいいんですよね。なるほどですね、はい、だくっついてるのは危ない。聞きました、はい、これは結構の落とし穴ですね。結構あの今3つ修練させてですね、言わせていただきましたけど、気をつけてほしいですね。あ、でもそれ売ってないんですか。売ってないです、僕も売ってないです。あ、売ってないですね。売ってないです。あ、やっぱそこはね、売れなかったですね。だから僕本当に、うん、そこの条件に外れるものを売ってきました。で、ただ、唯一ちょっとだけで医療保険はお客様が好きな時は売ってました、ね、あ、その人それぞれですからね。そうそう、金弱い人とか、ね、お客さんの方から欲しいっていう方いらっしゃいますけど、うん、はい、いうのが、まあ、気をつけた方がいいよと。保険さんそういうことですね。で、はいはい、で、じゃあ逆に、じゃあ分かった分かった、何入ったらいいの。ちょっとその前に、はい、一つ目のやつもうすでに入ってる人は回復した方がいいんですか。あ、いや、あの、直ちにそうというわけではないです。入ってたらぜひご自身が入った時の、ね、時期を見てほしくって、ね、平成の一桁前半までに入られた時、だいたい平成5とか6ぐらいまでに入れてれば、予定率がいいんですよ。あ、なるほど、はい、その時の保険は結構増える。でもそれ以降だったら最近入った人は、いや、ちょっできれば見ていただいて、その保険入ってる目的とまず照らしてほしいんですよね、はい、で目的と照らして、か、あの、なんていうかな、保証が熱いっていうようだったら、もう躊躇なく解約して、そのお金を S&P500 にしましょう。資産運用ですね。はい、資産運用ですね。金融資産の方、ね、方がいいですね、はい。貯金機能がとりあえずやっぱあるのは、もう本当にやっぱりファン、木村さんもご存知、よく言うし、ファンドに回した方がいいですね。学資保険なんかも。いや、昔はですね。あれも昔は良かった。はい。で、私もギリギリいい時に入れて、ね、350万の元手が、まあ、で18年かけて500万まで増える、はい、まあ、まあまあ悪くないぐらいまではありましたけど、でもね、 S&P って言ったら18年あったら普通に2倍とかいきますよね、って言った時に、そのいい時ですらそれぐらいの利回りなんですよ。だから僕今、その当時今の知識があれば、僕も子供が生まれてから20年の S&P に入ってました、うん、私ももう今個人的には、はい、運用の要素が入ってたらすぐやめてもいい。あ、おっしゃる、おっしゃる、うん、私はもう今自分決めました。あ、もう運用の要素が入ってもきっ、まあ、入ってませんけど、ね、あ、ですよね、もう不要ですよ ね、 ね、不動産が守ってくれますから、はい、というところですかね。わかりました。じゃあ話戻して、はい、やるべき、あ、そうですね、あの、やるんだったらこれがいいよというところで、はい、これも3 つ、まあ、3つポイント縛っていきますね、はい、で1つ目は、ね、三大疾病に対する保障、はい、これは入ってください。あ、なるほどね、はい、で三大疾病って何かっていうと、はい、もう皆様ご存知の通り、がん、脳卒中、はい、心筋梗塞なんですけども、はい、がんって今何人に1人とか聞かれたことあります。はい、知ってますよ。ですね、かかるのは2人に1人、あ、おっしゃる通り、おっしゃる通り、亡くなるのは3人に1人です。あ、でも本当、本当、すごい数字ですよね。すごい、だってもうこの知ったんですよ、ね、確率論的にはどっちかっていう話なので、もうそうなんですよ。そうなんですよ、ね、でただ一体その治療技術も進歩して、治る病気にはなってます、はい、でただあの進歩した技術なので高額なんですよね、でそこはやっぱり自分で、はい、あの治療費を準備しきるのってなかなか難しいので、そこの保証はやっぱりしっかり持っててほしい、はい、ということと、三大疾病の脳と心臓の、ね、はい、脳卒中心筋梗塞、はい、実はこの脳の病気と心臓の病気になる罹患者数を足すと、がんより多いんですよ。あ、そうですか、あ、足し算すると、足し算すると、あ、そうなんですね、多いんですよ、ってことを考えると、はい、それ3つ加えた三大疾病で、本当に日本の国民病とも言われるぐらい、やっぱり皆様がなりやすい、かなりの確率ですね、かなりの確率です。でしかもその時の治療費は一定を要しますので、そこについては保険で保証を持っておいてほしいかなと。自腹で出すのはちょっとなかなか難しいというのが
一つ目のところですね。はい、わかりました。はい、はい、で二つ目、はい、これはね、保証責任が重い方の掛け捨ての死亡保険ですね。はい、でこれ何かというと、はい、主に分かりやすい例ですよ。ご結婚された方ですね。あの守るべきものが、はい、うん、あの奥様ですとか家族、そうそう、なるほど、一番その世帯主としてその保証責任が重い時期っていうのがありまして、それは家族を持ってから子供の末子が社会人になる、そこが保証責任マックスなんです。でやっぱり自分に何かあった時にも家族を路頭に迷わせないために、やっぱり大きめの大型の死亡保障を残してあげるべきなの で、こういう大型の死亡保障をさっきみたいなその保険貯金機能付きの死亡保障で準備するとべらぼうな保険料になりますので、ここはもう掛け捨てで結局ですので、もうマッシーが独立するまでの期間までだけでいいので、ここを大型の死亡保障はしっかり持っていただきたいというのが2つ、掛け捨てでいいです。掛け捨てです。はい、で最後3つ目、はい、でこれ貯金系で、あのね、持つとしたらなんですけど、年金保険、はい、これは唯一貯金系の中でも検討してもいいかなという気がします。でただ、S&P とかと比べたらですね、利回りは全然落ちます。そうです、大体ね、年利で、1から 1.5 ぐらいで、そこに相互会社の場合は配当がつくんですね。はい、で結構生命保険会社って、その何て言うんですか、株式会社って配当って株主に行っちゃうんで、契約者の方には、保険管理者に返せないんですけど、総合会社はその我々の存在意義だっつって結構契約者の方に配当頑張るんですね。それが乗ってくるとちょっと利回りがもっと厚みが出たり、2%3% とか、頑張るところだと 5% ぐらい換算することになるので、そういうその配当込みでの利回りでしたり、あるいは払い込んだ保険料が、あのまさに年金の保険料超えですかね、若干の保険料戻ってくると。でかつ年金保険は続けていただければ円建てで、あの元本保証なんですね。あ、そうなんですね。途中めちゃくちゃ早く解約しちゃうと、あの元本割れあるんですけど、長く持つという前提に立てば、円建てでの元本保証になるんで、まあ、一つ の、 その分散投資先としては、選択肢としては、いろんな不動産とかね、ファンドであるとか、いろいろある中の一つの、そう、選択肢としては、ワンパーとかね、もう置いとくとかっていう、ポートフォリオですね。ポートフォリオですね。としてとだったらいいかなということですね。そこがメインということではないですけど、まあ、分散の人としてはありかなっていうのが年金保険です、ね。ああ、わかりました。はい、わかりました。いや、よく今回この短時間で勉強になりましたね。いや、ちょっと勉強になりました。ぶっちゃけてしまいました。まあでも実際やってる方はね、あの提供してる側だし、ぶっちゃけ行ってもらったら一番これが正解なのかっていう、ね。そうですね。まあ、保険もやりながら、いろんな人も見てきたでしょうし。そうですね。ね、あとはもう投資も結構横に広げて勉強しましたので、まあ、そこを含めて行き着いた僕の今の結論は、ね、これはもう自信持って。あと前回の、ね、動画で話してましたけど、はい、不動産投資もやっていて。あ、そうですね。やらせていただいてます。不動産投資をやると、団体信用生命保険、はい、入るので、はい、それが一定額になれば、生命保険も解約して、できます。やりましたけども、まあ、そういうのもあるので、トータルでこう戦略ねって、あ、おっしゃる通りです。見ていくのがいいですよね。おっしゃる、もう本当トータル戦略ですね。そうですよ、ね。はい、もうどこか一点だけ見てスポットでやるのではなく、本当に全体を見て。あと不動産投資とかそういうお金が増えてきたら、はい、結構何かあってもこれでカバーできるって分かったら、これ解約してもいいとか、はい、変えようとかって、医療保険とか例えば、あ、もちろんもちろん。そういうのも見直してやっていくっていうのもやっぱり大事ですよね。大事ですね。ですよね。はい。うん、おっしゃる通りです。わかりました。はい、いや本当勉強になりました。あ、いえいえいえ。はい、今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。さっき言われたことで、無駄なものってことで入ってる保険あるんじゃないですか。そういったものはね、本当にね、もうやめることをね、検討された方がいいと思います。例えばね、あの知人とかあの親戚からね、あの消化性入ったという、そういった義理人情があったとしてもね、やっぱり大事なのはご自身、あとは家族のこと、お金のことが大事ですから、ちゃんと計算してね、数字ベースで考えて、無駄なことは省く、大事なものはちゃんと残す、これがね、保険の本来あるべき姿ですから、取り組んでいくといいと思います。そして、浮かせたお金でね、また新たな何か、収入源を作るような数を言いますとかね、またファンド言いますとか、お金に働いてもらうとか、やればいいじゃないですか。やっぱりね、そういうことをするのをね、私はお勧めします。このように、ね、私のチャンネルでは、お金に関することとか資産形成とかね、そういったことに関する情報を発信してますんで、関心ある方はね、チャンネル登録しておくと良いかと思います。はい、では今回は以上になります。ありがとうございました。